こんにちは今回はこちらの件名の詐欺メールを紹介したいと思います重要ジャックスカードご利用確認ですまずはじめに詐欺メールの内容を紹介したいと思いますその後に詐欺メールの中のリンクをクリックするとどのあるかを見ていきたいと思いますこちらの動画をご覧くださいこちらは詐欺メールです差出人は株式会社ジャックスですね 件名が重要 JAX カードをご利用確認です。JAX カードをご利用のお客様、ご利用いただきありがとうございます。この度ご本人様のご利用かどうかをご確認させていただきたいお取引がありましたので、誠に勝手ながらカードのご利用を一部制限させていただきご連絡させていただきました。つきましては以下へアクセスの上、カードのご利用確認にご協力をお願いいたします。 お客様にはご迷惑、ご心配をおかけし、誠に申し訳ございません。何卒ご理解いただきたくお願い申し上げます。ご回答をいただけない場合、カードのご利用制限が継続されることもございますので、あらかじめご了承ください。ご利用確認はこちら。そして、リンクですね。あとは、インターコムクラウドサービス停止スケジュールのご案内はこちら。そして、えー、リンクアドレスですね。先ほどの詐欺メールのリンクをクリックすると、 このような画面が表示されました。オーニング。s u s p e c t e d ッ i s h i n g s i t e a f f e t フィッシングサイトの恐れがありますという警告画面になります。以上です。いかがでしたでしょうか今回の詐欺メールの件名ですけれども、重要 JAX カードご利用確認です。私は JAX カードを利用していませんので、件名を見ただけで詐欺メールと分かりました。まあ、単に当てずっぽうでメールを送っているだけなんでしょうね。 数つうちゃたるって感じで大量に詐欺メールを送っているんだと思います。今回の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。